DR モーターカンパニーは2006年に設立されたイタリアの新興自動車メーカーである。中国の気づい技社からセミノックダウンキットの供給を受け、ボローニャ産の本革シートなどヨーロッパ製部品も使用して DR ブランド社の組み立てを行っている。ブランド名の DR は創業者マッシモディージオのイニシャルに由来している。元レーシングドライバーのマッシモディ リリージオは1983年にランチアブランドを皮切りにディーラー事業を開始し、2011年時点で20にブランドを取り扱うまでに成長した。その中にはサリーンも含まれる。その一方でリリージオはかねてから自動車製造業にも野心を抱いており、2006年にモリーゼ州マッキア・ディゼルニアに製造拠点を設け、気づい記者から ズイットライス UV のセミノックダウンキットの供給を受けて組み立てを開始した。ティゴのリバージ社である DR5 は同年12月の第31回ボローニャモーターショーにプロトタイプとして出展された。DR5 は最初の DR 社として2007年11月から発売開始された。初期の DR は異例のマーケティング戦略で知られた。 当初は自前の販売網を持たず、フィニペルグループと提携を結んで、同社のハイパーマーケット25店舗で販売を行っていた。2008年のボローニャモーターショーでは新たに3ドア、SUV の DR3 とシティーカーの DR1 が出展された。DR1 はズイキ M1 がベースとなっている。2009年にはジュネーブモーターショーに出展し、ヨーロッパデビューを果たす。 同省ではトリノの井戸と共同で制作したスーパーカーのコンセプトモデル3車種及び DR1 と DR2 が出展された。2009年12月 DR1 が発売開始された。それと連動して DR はフィニペルトの契約を終了して自前の販売網の展開に着手した。現在 DR はイタリア国内に70以上のディーラーや100以上の サービス拠点を要する。2010年12月、ボローニャモーターショーにて、風雲にハッチバックをベースとする新型 DR3 を出展。しかしながら2013年12月時点で発売には至っていない。DR は当初イタリア国内で年1万2000台を販売し、他のヨーロッパ市場への進出も図っていく計画であったが、実際には5年かけて、 目標の販売台数に到達した。ピークを迎えた2010年の販売台数は5000台弱である。ありがとうございます。